お世話になります。わお。かっこいい。うわ。久々の YouTube じゃないですか。もう久々やね。半年ぶりぐらいじゃない。最近ちょっと忙しかったんで、そうだね、なかなかできなかったですね。本業も忙しかったから、はい、バタバタとやっておりましたけど、はい、俺は俺でオフに入ったからツアー終わって、はい、YouTube やってるどころの騒ぎじゃないよ、ね、だから本当 YouTuber の人ってすごいと思わない、はい、あれ絶対遊べてないよね。楽しめてないじゃないですか、ね、あの楽しんだ感じで撮ってるけど、はい、全然撮影ばっかりで、はい、全く楽しめてないと思うよ。キャンプとかさ、そうですね、キャンプなんか特にさ、はい、入ってくる車のとこにまずカメラを設置してまた戻って、はい、またその通る撮影もするわけでしょ。そうですね。いや絶対おもろないって、はい、だからやっぱね YouTube で楽しんでるっぽいことやってる人っていうのは、はい、本当すげえと尊敬するよね。本当ですね。の頭もいつも YouTube のことばっか考えちゃうんじゃないですかね。そうですね。だからもう一番それで俺の中で楽なのは釣りなのよ。はい。ずっと固定でさ、はい、撮っといて釣れたシーンを使ってればいいわ。はい。なんだが釣りは人気ないじゃん。そうですね。冗談じゃないよね。一番本気で一番好きな遊びが回らないっていうね。だから YouTuber にはなれないね俺は。世の中うまいこといかないですね。そうそうそう、なかなか。でも今はちょっといろいろまた新しい楽しみをあれしてて、はい、トランポ、はい、バイクを積んでここに車中泊できるスペースを作って、はい、ほんで来年ちょっとこう日本いろんなとこ回ってみたいな。それを今ナーツさんとちょっと作戦会議中なのよ、はい、それができればまあそれを撮ればね、はい、ただ撮るのもさまたこれ車を置いて、はい、その前に先回りしてカメラセッティングしてまた戻って撮るでしょ、はい、まあ無理だろうね。俺の性格じゃ。いや本当 YouTube はすごいなと思うわ。尊敬する。確かに。ところで今日は、あ、そうそうそう、今日は何でするのかってそうです。オープニングかばちが長すぎる。今日はですね、はい、ついにあのヤンマー EX38 38フィート、はい、がですね完成したということで、はい、試運転、はい、だから計器類魚探とかソナーとか、はい、オールパイとかさいろんな装置があるんだけど、はい、それをちょっと今乗ってる27とは勝手が違うから教えてもらおうと、まあ、上マリーナさん行って、はい、マロールさんかな、その担当の方来てるからまず使い方をレクチャーしてもらうっていう。この機械を覚えないことにはただの浮かぶ船だから、はい、そうですね、うん、それをまずちょっと習おうということですよ。わかりました。そう、じゃあ今日慣れてもらって早めに海に出れるといいですね。出たいんですが、私この後すぐライブハウスツアーの準備が入るんですね。来月っすね。そう、もう来月だから約4-5ヶ月乗れないのよ。今日習っても忘れるっていう。そう、だからそのために撮っとくのよ。賢い。何回も見直せるようにね。自分用の動画ですね。多分わしだけで1万回ぐらい回るんじゃない。 YouTube 見すぎですね、うん、それぐらいちょっとね。やっぱこう頭で考えるのと、はい、海を浮かべて、ああ、その 3D で海を見て、はい、っ狙ったポイントでつけるっていうのはまた勝手が違うから。そうですね。ちょっとね半年1年ぐらい慣れるのに時間かかると思う、はい、とりあえずでも今日しかないから。そうですね、もう1年半経ったからね繰り出して、はい、まあ、もちろんあの半導体とかの影響で、はい、その物が入ってこないとかね、はい、なので
今日は真剣に。ただ暑いでね、半分寝とるぐらいな感じになるから集中力が、そうそう一番嫌いなこの暑いそうです、まあ、とりあえずちょっと頑張っていきましょうよね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。楽しみです。行ってまいります。ナイスピック、うん。うわ、これはやっぱまだあれはしてないですね。そうですね、今回のアポスター。じゃあ今から早速エンジンかけていきましょう。ちょっと、はい、エンジンのかけ方教えてください。はい、お願いします。ホースだ。はい、はい、メインのバッテリースイッチがあるんですけど、メインが、エンジンをかけるためのバッテリースイッチにします、うん。で、DC メインというのがアクセサリーですね。はいはい、キューブロさんの船でいうと、あのいろいろ魚探がついてたりとか、うんうんうん、いろんな、装備用のバッテリースイッチが2つあります。これも入れます。はい、これですね。はい、今赤いのが。はい、見つかりました。100ボルトのインバータ、はい、これ船内の中の100ボルトのコンセントを使ったりとかするように入れますので、これも入れておきます。まずはこれから始まるということですね。はい、はい、でこの船には鍵がついておりませんので、はい、もうボタンでエンジンがかかるようになります。鍵がついてないんです。はい、こうです。でメーターを見ておいていただければ電源入れます。はい、で針が動いて準備が、もうかっこいい。完了しましたら、はい、このスタートもボタンで、ああ、そこは今 OK ですね。はい、じゃあエンジンかけます。おいしい。おお。止めるときも同様で、ストップボタンを長押ししていただければ、はいはいはい、エンジンは止まるようになります。長押しですね。そうですね。で、まあ最後にまたバッテリーのスイッチを押して切っていただくってください。ああ、じゃあここはもういいんですか、こっち系は。ここは、まあエンジンがかかった後に、はい、そのブレーカーを全部でちょっと見にくいんですが、まずはそこが、はい、はい、まあ今ほとんどのブレーカーが下向きのオフになってるんですが、はい、これも全部入れていただければ、まず上から、上から、はい、1、2の2、3つあります。こうちょっと見にくいです。はい、3、え、であとここの方はいろいろ12ボルトがあったり100ボルトがあったりなんですが、まあほとんどのものを多分使うと思いますので入れていきます。はい、ソナー、潮流計、オートパイロット、はい、でスラスターですね。ファンをオンにしておいて、前側のスラスター、お後ろのスラスターオン、おで全部のランプが光りました。はい、で 12V、これはオーディオですね、音楽聴くための、はい、と電動リールのコンセントをオンです。はいはい、で 100V は特に、使うことが少ないですので、うん、まあ、使われる時には入れていただく、はあはあ、電子レンジだとか、携帯充電用のコンセント、はい、あとはトイレのウォシュレット、はい、あとイケスのブクブクですね、はい、エアポンプのブレーカーがここにあります。はい、あ、そこにあるんだね。じゃあ通常は別に使うときだけ入れる感じですか？そうですね、100ボルトの方はあのインバーター、先ほど一番最初に入れた、バッテリースイッチを入れていただければ、こちらが入れれば使えるように、はいはい、もう100ボルト挿しております。ブレーカー上げる順序は今の順序じゃないといけないとかあるんですか？あ、特にないんですが、上側は上げたスイッチの横のものが使えるようになりますので、まあ上の方は絶対使う、GPS 魚探だったりとかレーダーとかだったりとかしますので、まあ上は必ず、で下はその都度、使わなければ別に入れなくてもいいっていうのが下に固まってます。はい、こっから、次はジャイロは入れとかなきゃいけないですね。これが必須になってくるんですが、順番も、1,2,3 というふうに印があります。で切る順番も100ですね。え、まずは1、うん、次はランプ、はい、これでバッテリーから、電気をもらいまして、これ待っとくなきゃいけないんですか、何秒か？え、待ってなくても大丈夫。1,2,3、はい、この1でブレーカーですね、安全ブレーカーです。はい、まあ何か電気的な不具合があった場合には、ここが、スイッチ兼、安全のためにパチンと回路を遮断するようになっています。はい、で最後に起動スイッチ、これ2個あるんですけど、ここはランプです。ただはい、こちらが起動スイッチですね。押します。はい、これで じわじわとジャイロが回るだと、はい、約30分ぐらい経ったら定格ランプが光って、ジャイロが一番効いた状態になります。
了解です。これは絶対に入れとかないと、はい、入れといた方がいいです、ね、はい、エンジンをかける前に、エンジン風呂かける前ですか、かける前、かける前、そうですね、エンジンかかってる時は活用ですね。これちょっと忘れるね。ということで、はい、じゃあ基本のエンジンかける操作はとりあえずこのこの感じということね、はい、次は海出てマロールさんに、リモコンと使い方を教えていただきます、はい、じゃあ海出ます。そうですね、いっちゃうぜK です。これかちょっとしばらく走るまで。ちなみに今のところ何にも分かってないから、この辺は初めて使うから。すみません、これ前も同様に電源が、電源、はい、つきまして起動するのにもう少し、本当パソコンやな、パソコンです、パソコンです、うん、この辺はちょっとこれすみません、じゃあちょっとタッチパネルが、あ、後ろなんだね。こちらはリモコンで、リモコンこれ、はい、で画面切り替えボタンを押していただくと、で、はい、それを動かせばなんか十字キーが、あ、いたいた、で、そのままドンと押す、おー、来ましたよ。で、今度はまたこっちを、はい、こちらタッチパネルで、あ、そうです、オンキーとして操作できますので、はい、おー、やっております。これも慣れやな、はい、そこを覚えればいいな、ね、で、私は上向きがいいんだ、自分のノーツ、これか、これが減って、あ、これがいいんです、はい、これじゃないと分かんない、出てない時なんですが、今から実際走っていくと魚探の画面が出たりとか、どんどん海底のマップを読んでいきますので、エラーも消えるようになると思います。記録するときはあの画面みたいに記録するを押さなくてもいい、え、ございます、なんか押さなきゃいい、よいしょ、お、引っ張れるんですか、スライドで、あ、記録をして、はい、そこ走っていけばどんどん海底の、あ、もう今入ったんですね、はい、書き換えるようになります。戻るのフォームか、そうですね、あと今ちょっと私がいろいろとちょっとメニューを増やしたので、いろいろ押していただくと、そうですね、押していただくとさっきのさっきの言って、こっちの、あ、これですね、そうですね、そこに、はい、今から記録ですね、今から記録です、あ、 OKOK、はい、2本も指で触っていただくとその画面に出ます、はい、もうすんのよ、すごい、右左です、おお、このヘルツ設定は今どんな感じなんだろう、はい、ここで全て設定ができるようになっております、はい、今自動でもともと入っておるような設定にしております、はい、今165キロっていうのは、はい、日本からだとどのぐらいなんですかね、まあ、深さにもよると思うんですが、まあ、大体2種類で、通常魚探、ちょっと戻します、通常魚探であれば、もうここでハイとローっていうのが、もうこのボタンで切り替えれるようになってますので、朝場用のハイブリ検診講習と、もう押してしまうとローになるので、こちらでも赤場用の、はい、53キロと170キロ。ちょっと今浅いので、ちょっと検知するのが、ちょっと遅かったりとか、出なかったりとかするんですけど、はい。あと、OK。じゃあ。レーダーですね。レーダー。もう回せますので、そうか、PX ボタンを押していただければ、これがレーダーを回すボタン、はい、そうなんで、ベストこれ、この辺が、英語が分からない、動きたよ、はい、早っ、ちょっと周りに物がありますので、ちょっと赤いものですね、障害物が出てます、はい、これ海に行けば何もなくて、これが何マイルでしたっけ、枠、今1マイルですね、1マイル、はい、1.8 キロです、了解です、じゃあ重ねれますので、はあ、はい、これは皆さん、あ、そうだ、そうだ、皆さん、これで下からもあるんです、そうです、下からがそのメニューの画面がありますけど、例えばこれで優勝しておいて、レーダー
レーダーと地図が重なって出るんですね。はい、まあ、クヨンコの使い方ですよね。そうですね、はい、この使い方でしたら、地図に出ない船とかもレーダーの方で出るので、実際どこに行ってる。あと何でしたっけ、相手のあれが出るやつは。そうですね、あれはもう自動に入ってます、はい、自動で入ってます。今これ出てますね、船の名前これがね、はい、大型船についている識別装置を感知してここに出すようになってますので、はいはい、まあ、大型船はレーダーがなくても普通の地図上にもう情報が出て、その船がどこに向かってるとか止まってるとかっていうのが分かるようになってます、はい、OK、ちょっと出てみよう。とりあえずこんな感じですよね。そうですね。あ、これはもう俺ずっとこの中におって吊るする人だけ吊るせえって最高よ。とりあえずあるの、ちょっと出ますか。いいですよ。いいですか。はい。はい、では下スラスラで予報出てもらったら。これ何秒とかあるんですか。これはないです。連続。よし、ああ、わけないね、ここからは。もう皆さんいいですか、大丈夫ですよね。はい、すげえパワーやな。え、これどんぐらい、今もう早いですか、これ、湾内。これ今4ノットぐらいですね。湾内何ノットですか。あ、もう入れ、前、全身ちょっと入れただけで大丈夫。回転さえ上げなきゃ。うわー、楽しい。ついに。初操船です、はい、1年半ぶりです。また台がありました。お待たせしました。いいえ、これはこれで、あれ、ここ押すとワイパーワイパーと押し合わせて切れた。おー、カーブの音がかっこいい。おー、はい、遠隔から、うん、こっちは火事の方ですね。火事の制御で火事、だからハンドル、あ、はいはいはい、でこっちはスラスターの制御、はい、オートスラスターって2つあるんですけど、火事が今手動と、このハンドルの状態が手動、はい、で遠隔っていうのが、はい、これね、はい、それです、はい、これを今の状態で切ってもらったら、ほうほうほう、切るんですよ、ほうほう、で今火事がこっちから、うん、切ってる、抜いてる状態、はい、で、まあ、逆っていう状態になるんですけど、はいはい、これが遠隔、はい、で自動っていうのが自動今これ360度っていう選手ボーイがあるんですけど、はい、選手ボーイ360度向いてて、この自動を押すと今ちょっと船が止まってるんで、うん、あの揺れて動くんですけど、まあ、そこまっすぐ、うん、選手保養を維持しながら走る。オーパイはオーパイですよね。俗にオーパイ、はい、オートパイロットって言ってるのがここになるんです。はい。で、この状態で火事なんか危ないなってなった時に、あ、これで切れる。そう、こっちでこれを振ってもらったら自動遠隔っていう状態になるんですよ。はい。なんでこう火事をこの状態だったら遠隔が使える。ただ自動、いや違う。自動使ってる時にこっちが触ると切り替えになっちゃう。あの反発するんで使えないんですよ。ああ、なので自動使ってる時はもう絶対に遠隔これで、はいはい、操作するような。で、候補っていうのがあるんですけど、はい、今ですね、候補っていうのが自動の動きだと風がこうとか流れがあったら向いていくんですよ、うん、はい、ただ選手方向は維持しながら走っていくんで、うん、とした正解なんですけど、目的地を例えばこの行きたいなってなった場合は、はい、フロンのプロッターの方で目的地を打ってもらって、うん、はい、そしたらそこに向かって走っていきますっていうのが航法っていうシステムで、なので圧の線を入れてもらったらそういう操作ができるんで、ほうほうほう、っていう、まあ大まかに本当に4つの動作
で、図形見てたら収録が多いのかなとは思うんで、こっちの方それはこれですね。そうそうそう、で自動、あ、遠隔はこれですよね、うん、で自動が何でしょう。自動がこの選手方位だけを維持しながら走ってる。あ、はいはいはい、はい、この状態、うんうん、ただ分かったら真っ直ぐ走っていく。あ、で目的地に何とかの港行きたいときはこれに、あっち方向に目的地こっち打って、はい、でこれにするですね。そう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 、オーバーですね。そうですそうです。であとルートを何か所かこうポイント打ってもらったら、うんうん、こういう動きをするんですよ、はい、あっち行ってこっち行ってで、ここ最終目的地ってしてたら、だから背を逃げながら走ってたりとか、っていうルートも作れるんで、流し釣りもこれでいけるってことですね。流し釣りがまた別に、あ、別に、あ、そうですね、あの後ろの方にリモコン、4連のリモコンあるんですけど、それでやりましょう。じゃあ、はい、とりあえずここはこれこいつですね。そうですそうです、はい、がをメインで使っているような形になるんで、ちょっとやってみよう。今手動だから、例えば遠隔の状態でこれを、はい、全身入れてもらって、あ、めちゃめちゃ楽やん。だからもうこれがもう楽、もうメインになったらそういうスタイルで、まあ、あの操船が楽しいよって言われる方はこっち使われたりするんですけど、いやこれ絶対これこれじゃあ最高。ハンドルがいらない。そうそうですね、はい、一つも見よう普通めっちゃいい、うん、片手でこういうのするんで、これいい。27を入れようかな。これめちゃめちゃしかも柔らかい。回し具合が、あ、それはいいですね。これ寝るね。そう、簡単すぎて。もう危ない点ですね。もうできました。これが遠隔で、今の例えば中立のこの今真ん中にしてもらった状態で、はい、自動、うんうん、自動押すと今こう323か設定方向出てるんですけど、この方向ですね、はい、をキープする。そう、ある程度すげえ。で、風にとかで触れたりするんですけど、あっちに向かって走りますっていうので、で、ちょっと嫌だなと思ってこれでも逃げて、逃げますね。おお、あ、ほんまや。あ、ほんと。これを今中立に戻したら、中立で真ん中にする。はい。そしたら次がこの、その次中立にしたところが次の位置になるんですよ。次のまん、まっすぐになるんですね、はい、おお、これはいい。で、今はあの船に向かって自動で行くってことですね。わ、はい、すごい。はい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 。次はこれか。それなんですけど、今、向こうに洗濯券があるんですよね。はい。で、まあ、これ後ろに持ってきたら、はい、今変わったですね。で、あとうちのこのエンジンのリモコン、はい、こっちの制御自体がこっちに今度資料を移さなきゃいけないんで、うん、ここを押してもらう、はい、そしたら、ここが動きます、はい、ちょっと、まあ、押しかな、あと動かし方なんですけど、これがクラッチ、ちょっと今まだ、うん、あのこっちに選択できないので動かないんですけど、はいはい、前進、中立、後進、うん、で、ここがガバナー、ガバ、前進、あ、はい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 、スロットル、スロットルですね。で、うんうんうん、これ釣り楽って言ってモードがあるんですけど、はい、こういうのですね。これ全身クラッチ、はい、で、ここから全身の、うん、全身にいる時間、はい、あ、タイマー、タイマー、はあ、で、例えばこれだったら今、まあ大体5秒ぐらい、うん、全身に5秒クラッチ入れます。で、ここの緑とこの赤のラインの時に来てる時はここが中立の時間になるんですよ。なので5秒に入れて戻して中立時間をここで設定する。だから例えばこれがゼロの状態だったら5秒入れてて中立して5秒入れる、うん、ここ長くすれば全身に入れて5秒入って戻ってここの時間が例えば10秒だったりとかっていう、あ、それをこっちで、はい、なのでここの範囲が変わることによってここの仕様も変わってくる、ほう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 っていうのが、だからこの黄色のところが、あ、オレンジのところが釣り楽モードっていう時で、うんうんうん、使い方が変わります。リモコン時、この青のラインの時は通常は
アクセルになります。はいはい、こっちでやる、はい、じゃあ、ね、サポートリモコンですよ。そうです、あ、サポートリモコン。そうそうそう、はい、ただ、ピッシングサポートリモコンも一つのレバーで、うん、そうですね、入ってる時間と、うん、ニュータルの時間を勝手にやってくれるんですけど、これは別々に調整できる、さらにちょっと進化した入ってる時間、ニュータルの時間ですね、うんうん、はい、個別に調整できるのは非常に素晴らしい。塩とかに合わせてもそこら辺を合わせてもらって、それあのイメージなんですけど、こんな感じクラッチ入れて塩とか、うん、まあ、風に合わせてクラッチ入れて、はい、で船が動いているよ、で中立時間で、こういうことですよね、そう、中立時間でちょっと後ろに下がってきて、うん、でまた前進入れて、はいはいはい、でその時間はその状況でこれで合わせられる、そうですそうです、風だったり風と波が、波の、まあ、正面から来るってなかなかないですけど、で、あと風と潮がこう違う方向向いてる時、はい、で風向きはスパンカー立てて回ったりとか、うん、でその時にオートスラスターっていって、うん、スラスターのスラスターを使って選手方位を保持する、はい、だからスパンカーの代わりです、はい、でここが生きてくるんですけど、うん、そこもいいかな、まあ、たまたまちょっと風と波が同じような向きがちょっとスラスターで風緑が、はい、ラーガムになって、この状態で、はい、押したら263度あ262度かをキープしてる、はい、をキープに向けて今ちょっとスラスター動かしてるんですよ。おー、本当だ、ちょうど今船が、でも262度前後、はい、でちょっとずれたらまた戻ってくる、そう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 、おお、でだからスパンカーの代わりで選手方位を抜けつつ、さっきのこれが今度生きてくる、今度これでまずはこいつがキープさせて、はい、でこれで前後、前後を、はい、まあ、ある程度その辺りをこう釣っていくような長さ、潮流、風がこっちから来てて、うんうんうん、だから頭をこっち向けて流れがこう来てますよ、はい、その時は、まあ、ある程度こういう向きで、もうそういうことですね、うん、はいはいはい、前進です、前進か、はい、で、今入ったんです、おー、あ、で、今度これで、で、そしたら今、ですね、ゆっくり今、切った、今入った、切った、青い部分だと入ったまんま、緑のところ行くとタイマーになる、で今全身入ってる時間、これ多分ここを伸ばしたのが分かりやすいですよ、4秒入れて10秒抜くっていう、今ここから中立、今中立時間なんですよ、うん、ニュートラルの今入ったよ、ね、ね、これじゃあ早すぎる時は、うん、もうニュートラルのまんまでも綺麗に流れる、ああ、まっすぐだけ立つでもね、あの選手が多いと、そうそうですね、今これ入ってんですもんね、そうですね、そうです、はい、そうです、もうあとはニュートラルしてれば勝手に流れちゃう、でバックはどれでしたっけ、バックは逆に言ったら、あ、だから今そうか、こっちが更新なんです、うん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 、1秒入れて、はいはいはい、例えばこれだったら5秒抜く、でもこれやったらずっとバックになっちゃうってことか、そう、ずっと更新、あの青のこの位置だと更新にも入ってる、もう効いてますね、まあ、あれがね、今、そう、今さっきポンといくらって、うん、スラ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 を効いてて、うん、今風と風に立ってるね、これ立ってるじゃなくて動いてないですもんね、そうですね、こう動いてない、この動きに合わせてそこを合わせて彼をいじるってことね、はい、そうですね、で、この時は通常のクラッチ、うんうんうん、あのアクセル、あとこれが前で使ってもらった舵リモコンになるんですけど、はい、右行きたい左行きたい、だからあの時はこれをオフにしとかなきゃいけない、これは遠隔、この状態の時は遠隔にしてもらっていいです、で今船の流れてる向きが赤で出てるんですけど、ほとんど流れてないんですよね、実際風は今 0.53、 そうですね、全くですね、潮が止まってるってこと、そうそう、波はこっち側から多分来てるみたいですね、今の感じ、この船の流れから、はい、こっち向かって流れてる、風はこっち側から、だから波はこっち側から、こっちに流れてるからこの矢印がついてる、そうそうそう、ですので、まあ、ほとんど流れてないので、ちょっと今じゃ分かりづらいんだね、分かりづらいですね、で、これをこうしたら1秒を1秒全身に全身になる、で、な、これは何、これはニュートラルの時間なんで、これをちょっと回してニュートラルの時間を増やしてあげる、ここに行くんですが、これ5秒のニュートラル待ち、で、1秒で5秒の、
すごいですね、1秒今これスラスターさ動かしてるんで自動遠隔って状態なんで、はい、これ離されたところをキープするんですね、はい、おーすごい今ちょっと風勢でこうなってるんで、うん、基本この風に立ててやるから、そうです、はい、でこれがあのバウのみでオートスラスターがバウのみかかってるんですよ、うん、でこれであの、はあ、こっちで切り替えたり左行ったりでまたその止まったところで設定するで、おお、これ触らない、めっちゃおもろいやん、でこれを前に持ってっていただいて釣りするときに置きながら、はいはいはい、釣りするっていう、これが普通の走ってるときですもんね、はいはい、なんで、まあ、ちょっとこれで操船してもらってクラッチ入れて、クラッチ入れて回転数上げてって、はい、でここを見ながら舵を切ったらここできるんだね。そう、それで船が通ってる。これとこれがそうだね。はい。これ、めちゃめちゃおもろい。あの、もう、ランコの気がするじゃないですかね。これか。はい。前に行った時にですね、これもこれも触れる、ね、これも触れる、これで全部できるんで、うん、あとタイマーもできるんですよ。これは1、回転数、あ、今スロットル、今スローになってます、うん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 、スローになってて中立、今だから何も、はい、今はフラットな状態です。そうすると前に行く、あ、そうか、こっちにしないと入らないってことか、それタイマー、うん、これで4秒進む。これ1は何ですか？1秒。しか動かない。ああああああ。ってなって、こっちはちょっともう、はい、5秒で5秒休む。ちょっと複雑ですけど慣れれば。ああああああ。はい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 。でこれは今使えるんか？これ入れなきゃダメ。あ、そういうことか。はい。でこれ自動オートスラスター使うと、オートスラスターはこれで118度を維持しますよっていうことです、ね、オートの時だけこれでスラスター使えるんですか、はい、いや、遠隔で遠隔の時も使います、使います、はい、使います、これと一緒です、ね、あ、じゃあ便利ですね、あれこれか、あら、今クラッチがあってですね、これですね、一回0のモードに入ったら、うんうんうん、これは覚えるの大変やな一回あの釣り楽の、僕らが言ってる釣り楽っていうモードから、うん、通常モードに戻す場合は一回ゼロにして、もう全部ゼロ、はい、うん、でオートスラスターかけてると潜水方位がバーッと乗った時にスラスター勝手に吹いちゃうんで、うん、この時はもう遠隔にしてもらって、今遠隔ってことですか、今遠隔です、手動にするとオートスラスターが入る、で手動の時はここになるんですよ、だからほぼ使うことないん で自動か遠隔だけでいいです、あの遠隔の状態でこれも使えるし中も使えるし、ああ、そうかそうか、はい、手動はもうほぼ使わない、使わない、はい、今ちなみに右回したら右に回答しますか、今クラッチが入ってない、あ、スラスターでもこのマックスの、おー、ほんとや、あ、そういうことが、遠隔だからこれをスラスターとして使えるんだ、はい、そうです、そうです、うん、めっちゃ便利ですそれはおもろい、でこれのスラスターのパワーはこれがマックスってことですよね、マックスです、今のよね、はい、フロントしかないってことですよね、そうです、バウスか、あの基本的にも前か持って回るっていう分で、オートスラスターの時にメインで使うような、うん、あの離着岸の時はこっちですね、こっちで、はい、っていうイメージで、はい、理解しました、すごい、あのめちゃめちゃ便利やん今までのから考えるですね、いろんなことができるんで、違う、これはあれか、はい、そうです、あ、こっちにも映るんですもんね、そうです、うんうん、はい、あ、立ってみたいっていう時はこっちで見てもらって、うん、
ずっといますね。で、これを地図にはできるんですよね。地図にできます、もちろん、はい。まあ、前でやらない前でやってもいいですし、ここでやるとちょっとお時間をいただくという感じなんですけど、でも通常多分これですよね、吊るするときは。そうですね、こっちの方の画面で見るようになると思うので、まあいい、ちょっと出しときたいなっていう画面をこっちに出しておくという感じになる。あとあれだ、こっちはあれを出したいですね、地図を。地図出しておきたいですね、こいつを出しておきます。うん、これで分かりやすい、はい、で、こっちは何か見方があるの、こうしたい場合ですよ。これは、これです。ああ、そっか、はい、ははは、はい、ちょっとだからリモコンになってしまうので、こっちは直感的にタッチパネルで2個押したらもう本当行っちゃうんですけど、はい、で戻るときはもうホームで戻ればいい。ホームで戻るかに、これ4画面出てる場合に2本指で、2本指を2本に今設定してます。いろいろ設定ができるんですけど、どうしますかっていうのをいろいろ出してくれるんです。左だと情報が出て、下だと設定が、そこの設定が出て、右だとまた、右だとまたなんか右、いろいろ今できる。オーディオも多分ここから操作できそうでございますが、今度どっちだっけ、これか、これを寄りたいときはこれか、そうですね。押したらポイントとかになったり、うんうんうん、もういいじゃん、うん、素晴らしい量的だね。画面ばっか見てるもん。風もそんなに影響ないと思いますので、結局止めないといけない。電車で見えの順番で入れたんですけど、3、2、1で切っていただければ、まずは起動スイッチを押せば、はい、定格ラップを切りました。で、ブレーカーを押します。で、最後はインバーター、はい、ありがとうございます。はい、これでジャイロは切れた、切れました。はい、で、次はアクセサリーをいきましょうか。緊急事業体も切りましたので、はい、ブレーカーを落としていただきます。はい、100ボルトのブレーカー、ね、さっきあのここからイケスポンプ使ったので、はい、今イケスポンプ、はい、100ボルト切れました。で、12ボルトで切れました。で、はい、スラスターファンもオフで、それもオフの方が、はい、こうです。で、オートパイロットオートパイロット、はい、で、上のブレーカーも3-1、はい、バンバンバン順番、はい、はい、はい、切れました、ありがとうございます。それで、エンジンを止めます。はい、これとはそれも切って、ままて、はい、で、ここで、これ忘れるな、はい、ここでバッテリースイッチを落としてしまうとエンジンのコンピューターが壊れたりとかすることが最近多いので、はい、ここが一番重要、はい、必ずこれから、はい、でストップの時はちょっと長めに押していただいてエンジンが切れるのを確認して、はい、でその後電源ボタン、緑のボタンを押していただくと切れます。離していただいて、はい、まずこれね。そうですね、はい、DC メインの方から奥からスライドしていただいて、はい、オフ、はい、同じくスライドでオフ、はい、メインもオフで、はい、最後インバータもオフです。はい、ありがとうございます。これなんか順番打っといてもらって、順番大丈夫です、関係ない、全然関係ないです。そうですね、はい、これで一応この船の全ての電源が落ちました。はい、これで完了です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。福岡到着です。頼み行こうか、中洲じゃ。いや、違います違います。船見に行くんですか。やばい。うわ、すげえ。なにこれ。うわ。めっちゃかっこいいやん。人間がこれだよ。人間でしょ。
ちなみにこのシート、レガロは荒木社長から進呈祝いで2ついただきました。なんかこうなるとちょっと問題があるな。あんまりやっていいか、6発いきます。うん、はい、一番重要なところ、そうそう、ずれてない、はい、あとはもう200回ぐらい見て覚えるしかないね、この動画をですね、ほぼ俺しか見ないよ。オフィシャルファンクラブ清木場組清木場モバイル、最新情報をいち早くお届け。ここでしか見られないファンクラブならではのコンテンツを配信中。ファンクラブ限定イベントも開催。詳しくは概要欄からオフィシャルサイトをチェック。皆さんぜひ、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。